大会3日目、女子シングルメダルをかけて最初の種目です。予選すぐに踏み絵、フリーの曲です。ベートーベンの月光に合わせての4分間。日本の本田はご存知のようにショートを終えて現在第4位と好位置につけています。さあ女子のエース、はい、佐藤コーチも自信を持って池と送り出していましたからね、最初のトリプルルッツ、ここはポイント決めてきました。トリプルルッツダブルトーループ、いいスタートです。オリンピックでは第5位という大健闘の内容でした。オリンピックと同じ気持ちで同じ舞台だと思って挑戦させたいと言っていました。トリプルフリップは回転不足ですね。トリプルサルコ、すぐに自身はやはりオリンピックのエキシビジョンに出たということが大きな自信につながりましたというふうにこちらに入って言っています。もともとジャンプは得意ですが、さらに磨きをかけているのはこの表現力。伊藤さん、今回はですね、サラヒュースが来ていませんけれども、クワン、そしてスルツカヤの激突、なんといってもこの日本勢オンダを含めてメダルを取れるかどうかというのが話題になりますね。苦手なトリプルループも確実に決めています。ここまでフリップジャンプでちょっとバランスを変えたこともありましたが、このトリプルルッツを決めると上位メダル可能性が出てきます。綺麗に入りました。綺麗に決まってきました。この予選ではやはり3位以内というのがね、一つ目安でしょうね。はい、残り1分、最後のジャンプダブルアクセル綺麗に入りました。日本女子の世界選手権でのメダルは過去4つあります。伊藤みどりさんと佐藤由香さんの金、伊藤みどりさんの銀、渡辺美恵さんの銅メダルですが、94年その佐藤さんの金以来のメダルになるかどうか日本女子。日本女子のエースすぐに踏み絵の最初の種目、予選が終わりました。さあすぐに踏み絵の得点が出ました。高い点が出ました。この時点でトップに立ちました。